まずは、新要素盛りだくさん装備。双剣、雷属性装備。追加武器の双剣と、追加モンスの神オーガさんを使った装備ですね。そうそう。オーガさんの装備が強すぎて、かなりの期待値のテンプレなんだ。これは楽しみです。まず武器はやっぱりオーガさんの、大相場旗高みだね。カガチさんの武器の、完全上位互換って感じだから、ぜひ作成しておきたいよ。厳しい場合はカガチさんで、妥協って感じですね。うんうん。そして防具の方は頭がクルル、胴がレオス、腕がオーガ。腰がカガチ、足がオーガだね。武器を含めると腕も足もで、ほぼオーガさんじゃないですか。そうなんだよね。だから作成難易度は高いんだけど、その分スキルが超強いんだ。そのスキルは、どんな感じなんですか？発動スキルは雷属性強化レベル5、弱点特攻レベル2、連撃レベル1、見切りレベル1、ジャスト回避強化レベル1、ロックオンだよ。おお、雷強化マックスな上に、弱特2と見切りに連撃までつくんですか？オーガさんの装備が超優秀だからね。双剣にぴったりの火力スキルをガン積みできた感じだよ。すべてのスキルを余すことなく完璧に有効活用できてますね。他の属性じゃなかなか真似できないんじゃないですか？ここまで期待値が高い構成はできないけど、他属性でも連撃、属性強化、見切り、ロックオンは基本だね。頭か足がクルル、胴がレオスは他属性でも共通していて、その他の部位に各属性強化に対応した装備をつけるって感じだよ。なるほど、ぜひ詳しく教えてください。火属性だったら頭や腕にジャナフさん。水属性だったら同等でにジュラさん、足にドスジャブラスさん。氷属性だったら同等でにベリオさん、腰にギエナさんとかかな。ふむふむ。いろいろと組み合わせがありそうですね。ただ双剣の各属性の期待値的にはこの雷属性装備が圧倒的だから、ぜひ作成を目指してほしいよ。が、頑張ります。続いてはガン攻めスタイル。片手剣最新汎用装備。これまでの片手剣のテンプレにバフバロ装備を追加することで、さらに火力を底上げした構成だよ。まさにガン攻めってわけですね。そうそう。だけど片手剣のリーチや攻撃の回転率を考慮しているから、脳死ガン攻めってわけではない、うまいバランスになっているね。なかなか強そうですね。早速装備を教えてください。武器は汎用装備ってことで、毒属性のブルームナイフがおすすめだよ。そして頭と胴がレウス、腕がレア、腰がバフバロ、足がクルルだね。スキルはどんな感じなんでしょう？発動スキルは攻撃レベル4、弱点特攻レベル2、連撃レベル2、見切りレベル2、体感強化レベル1、闇打ちレベル1、ロックオンだよ。おお、いろんな火力スキルがてんこ盛りですね。特に攻撃をレベル4まで積んでるんですね。バフバロコイルの登場でレウスヘルムと合わせて攻撃をレベル4にできるようになったんだよね。これまではレイヤーコイルの連撃1か、リオハートの見切り2が主流だったけど、火力の底上げになる攻撃レベル2のバフバロコイルが一番安定感があるんじゃないかな。ここはプレイスタイルに合わせて選んでも良さそうです。装備全体の狙いとしては攻撃スキルで攻撃力を底上げしつつ、ロックオンしたモンスの弱点に弱特と見切りで回心率を 40% 上昇させた攻撃をぶち込むって感じだね。うまくはまれば片手剣とは思えないかなりの火力が期待できますね。しかも連続で攻撃を当てやすいモンスには連撃にも乗るし、後ろから攻撃すると闇打ちも発動するから、バランスはかなりいいと思うよ。まさに最新テンプレって感じで洗練されてきてますね。ただ個人的には新スキルの傾向が片手剣と相性がいいと思うから、レベル5まで早く詰めるようになってほしいところだね。片手剣は次回のアプデにも期待大です。続いては素材集めの周回におすすめ。ハンマー回復装備。ハンマーは確か今回のアプデで若干強化されたんですよね。そうそう、ため攻撃とか回避とか、いろいろと使いやすくなっているよ。そんなハンマーなんだけど、基本のテンプレにはあまり更新はなかったから、回復薬を節約しながら、素材やゼニー集めに使える、隠した向けのテンプレを紹介するね。周回用におすすめの装備ですね。まず武器は無属性のもので、頭はクルル、胴がギエナ、腕がウルムー、腰がバフバロ、足がジュラだよ。スキルはどんな感じですか？発動スキルは精霊のカゴレベル3、攻撃レベル2、集中レベル2。SP ゲージ加速レベル2、見切りレベル1、風圧耐性レベル1、排水防御レベル1、体幹強化レベル1、ロックオンだね。結構いろんなスキルが発動してますね。ポイントはどんな感じでしょう？まず回復薬を節約するって点で、精霊のカゴレベル3だよね。その上で攻撃に、見切りに、集中にで、火力と回転率をアップさせているよ。防御と攻撃のバランスがいい感じに取れてます。ちなみに腰のバフバロ装備だけど、モンスや武器に合わせて、リオハートに変更して、見切りをレベル4にするのもありだね。ここは持っている素材なんかとも相談ですね。
そして SP ゲージ加速のおかげで銭集めの効率も良くなるし、隠した相手にはうってつけの構成だね。他のテンプレとは違って火力は低めですから、余裕のない相手にはもちろん向いてませんね。そうそう、そこだけ注意だよ。今回のアプデでハンマーは使いやすくなっていますし、この機会にちょっと触ってみます。続いては全てを凍えさせろ。弓、氷属性装備。弓は弱体化されましたけど、装備には更新があった感じですか？そうそう、氷属性装備にはベリオロスの装備が増えたから。弓自体は弱体化されたけど、火力はアプデ後の方が上がってるよ。おお、早速装備の詳細を教えてください。まず武器はギエナ、そして頭はプケプケ、同等ではベリオ。腰がギエナで足はジュラって感じだね。ふむふむ、スキルはどんな感じですか？発動スキルは氷属性強化レベル5、集中レベル3、精霊のカゴレベル2、体力増強レベル2、排水防御レベル1、氷耐性レベル1だよ。ついに氷強化がマックスまで詰めるようになったんですね。そう、同等でのベリオ装備で氷強化をガン積みしつつ、自由度が高まった頭にプケプケを持ってくることで、集中もレベル3にできているんだ。火力アップはもちろん、攻撃の回転率もかなり期待できますよ。ちなみに武器がベリオじゃなくギエナなのはなんででしょう？単純に氷属性値がギエナの方が高いからだね。なるほど。それにギエナ弓をグレード8まで強化すると、精霊のカゴレベル2が発動するのもかなり強力なんだよね。武器に関しては、ギエナさんを使い続ければ間違いないですね。ちなみに雷装備に関しても同じように胴から腰を、カガチやオーガといった、雷属性強化がついた装備に変更するだけで OK だよ。基本構成は同じで流用できるのはありがたいです。続いては全てをぶっ壊せ。破壊王装備。バフバロメールに破壊王レベル1がついてきたことで、破壊王のテンプレ装備が更新されたんだ。破壊王テンプレは部位破壊をして、素材集めをしたい時に重宝する装備ですよね。そうそう。今までよりも自由度が高くなっているから、より使いやすくなっていると思うよ。というわけで装備はこんな感じ。武器は近接武器なら使いやすいので何でも OK で、頭はディアネロ、胴はバフバロ、腕はレイヤー、腰はディア、そして足はクルルだね。スキルはどんな感じですか？発動スキルは破壊王レベル4、電撃レベル2、見切りレベル2、逆恨みレベル1、攻めの姿勢レベル1、SP ゲージ加速レベル1、ロックオンだよ。あえて破壊王をマックスにしないことで、電撃や見切りを積んで火力を上げているわけですね。そうそう。だけどロックオンを使わないなら、レイヤーアームをディアブロアームに変えることで、破壊王をレベル5に持っていけるし、クルルグリーブをディアブログリーブに変えて、ロックオンと連撃は維持しつつ、破壊王をレベル5にするのもありだね。自分のプレイスタイルや武器種に合わせて、有効なスキルを選ぶ必要がありますね。そんな感じだよ。一応期待値として一番高いのはクルルグリーブだから、迷った人はクルルのままで大丈夫だよ。いやー、これでさらに素材集めがはかどります。V 破壊しまくってね。念のため注意だけど、破壊王装備は素材を集めるための装備で、格上向けではないから気をつけてね。余裕で倒せる相手に使うようにします。続いては、狙いカウンター。ランス、攻めの姿勢5型。今回のアプデで新登場したランスのテンプレですね。そうそう。そのランスにカウンタースキルである、攻めの姿勢をガン積みした構成だよ。そもそも攻めの姿勢ってどんなスキルでしたっけ？姿勢はモンスの攻撃を、タイミングよくガードした時に発動するスキルで、その後10秒間攻撃力が上がるんだ。なるほど。まさにランスにうってつけのスキルですね。しかも今回のアプデでジャストガードも実装されたから、余計に姿勢が活躍できそうなんだよね。カウンター時代の到来ってわけですか。さてそれじゃあ、肝心の装備はこんな感じだよ。頭がバルキン、胴がボロス、腕がバフバロ、腰がブロス、そして足がバルキン。汎用装備だから武器は毒や無属性がおすすめだね。ふむふむ、発動スキルはどんな感じでしょう？発動スキルは姿勢レベル5、ガード性能レベル3、耐震レベル1、破壊王レベル1、睡眠耐性レベル1だよ。メインは姿勢とガード性能で、その他はおまけって感じだね。なるほど。早速、腕に追加モンスの、バフバロの装備が使われていますね。そう、このバフバロアームは、グレード6まで強化すると、姿勢レベル2がつくからね。姿勢がメインの今回の構成には、欠かせない装備なんだ。新登場から早速大活躍ですね。このバフバロアームと、ボロスメール、ブロスコイルで、姿勢をマックスまで発動させているよ。そしてもう一つのポイントが、これまた追加モンスのバルキン装備。頭と足に贅沢に使われていますよ。バルキンヘルムは、グレード6まで強化することで、ガード性能レベル2が、バルキングリーブは、グレード4まで強化することで、
ガード性能レベル1がそれぞれつくんだ。この2つの装備のおかげで、防御面もそれなりにカバーできているわけですね。そうそう。ただ構成的にロックオンを発動させていないから、ランスの操作や姿勢の発動に慣れてきた人におすすめの装備だね。ちょっと上級者向けのテンプレなんですね。ロックオンを使いたい場合はどうしたらいいんでしょう？その場合は姿勢とガード性能が減ってしまうけど、腕をレイヤーにして足をディアネロにするのがおすすめだよ。ちなみにランスはロックオンすることで、火力が高いと言われてる上段突きが発動しやすくなるらしいから、プレイスタイルによってはロックオンありの方が使いやすいかもしれないね。いろいろ試してみてください。ですが姿勢をうまく発動できるかあんまり自信がなくて、ガード性能に重きを置いた装備はありませんか？そんな時は腕をボロスに腰をバフバロに変えるといいよ。ガード性能がマックスになって攻撃レベル2がつくから、被弾は最大限抑えながらある程度の火力も見込めるよ。おお、その構成もありですね。ランスになれるまではガード性能重視型も使ってみます。続いてはコスパ最強、双剣無属性装備。さっきの雷属性双剣の解説中には雷が期待値が一番って言ったけど、実は無属性装備でも同じくらいの火力を出せるんだ。おお、マジですか。それじゃあ属性相性とかを考えると無属性の方がコスパがいいですね。そうそう。まあ雷装備を作って損することはないだろうけどね。というわけで装備はこんな感じだよ。武器はディアさんか黒ディアさんのもの。頭はオーガ、胴はレウス、腕と腰はレイヤで、足がオーガだね。スキルはどんな感じでしょう？発動スキルは連撃レベル5、弱点特攻レベル2、SP ゲージ加速レベル1、ロックオン、毒耐性レベル1、雷属性強化レベル1だよ。連撃5と弱点特攻2で火力がガン積みされてますね。そうそう。連撃レベル5を積んだ双剣は常に攻撃力が 30% アップするから、属性強化レベル5とほぼ同じ強化なんだよね。それはめちゃくちゃ強いです。オーガさんの装備の登場で、連撃がマックスまで積めるようになったから、ほんとオーガさん様様だよ。なるほど、だから属性装備と同じくらいの火力が出せるんですね。そうなんだ。完成させれば無属性一つでどのモンスも対応できるのが魅力だね。ただ逆に言うと、中途半端に強化するくらいなら、何かしらの属性の方が火力は高いから注意だよ。すでにある程度装備や素材が溜まっている人以外は、属性装備の方が無難かもです。ちなみに武器は黒ディアか、普通のディアか、どっちがおすすめなんですか？黒ディアの方が期待値は高いけど、ほとんど変わらないから、通常ディアでも全然大丈夫だね。それに通常ディアについてる火事場力を発動できれば、黒ディアよりも火力が出るよ。ちょっと邪道な感じですが、どっちでも大丈夫そうですね。全双剣使いの最終目標的なテンプレ装備と言えるだろうから、ぜひ作成を目指してね。無理ない範囲で頑張ります。続いては、初心者向けランス。ランス、逆恨み装備。名前の通り今度は逆恨みがメインのランスの構成ですか。そうそう。逆恨みはダメージを受けると15秒間攻撃力が上がるスキルで、ガード時の削りでも発動するからランスと相性がいいんだよね。ある程度のダメージは許容して代わりに攻撃していくスタイルですね。確かにダメージを食らうのは前提なんだけど、その分ジャスガを狙わなくてよかったり、効果時間が15秒と姿勢より長かったり、初心者ハンターには逆恨みの方がおすすめなんだよ。どちらも一長一短って感じです。ただ、まだランスに慣れていない人が多いと思うので、姿勢5型よりはこっちの構成の方が使いやすいかもですね。さてそれじゃあ、肝心の装備はこんな感じだよ。頭がバルキン、胴がディアネロ、腕がレイヤー、腰がリオハート、そして足がクルル。これも汎用装備だから武器は毒や無属性がおすすめだね。スキルはどんな感じでしょう？発動スキルは見切りレベル4、逆恨みレベル2、ガード性能レベル2。連撃レベル2、体幹強化レベル2、ロックオンって感じだよ。今回メインの逆恨みや相性のいいガード性能に加えて、見切りが結構発動してますね。火力を出すために見切りを4つ積んでる感じだね。ロックオンで狙いをつけた部位を、見切りや連撃で攻撃して確実に火力を稼ぐイメージだよ。そこにさらに逆恨みで火力上昇ってわけですね。そうそう。新モンスの装備も頭のバルキンだけだから、割と揃えやすいんじゃないかな。まずはこのテンプレを作るのを目指してみます。続いてはまさかの大躍進、体験攻撃属性火力装備。確か体験は今回のアプデで強化されたんでしたっけ？そうそう、全体的に動きが素早くなってリスクが減ったんだよね。だから個人的にはこれから体験がじわじわ来るんじゃないかと期待しているんだよ。体験の時代が来るんでしょうか？ってわけで装備はこんな感じだよ。まず武器はギエナさんのフロストブレイズ。
そして頭はギエナ、胴がレオス、腕がベリオ、腰がギエナ。最後に足がクルルだね。スキルはどんな感じですか？発動スキルは、氷属性強化レベル5、精霊のカゴレベル3、見切りレベル2、弱点特攻レベル2、風圧耐性レベル1だよ。おお、マジで火力マシマシですね。そうなんだ。氷強化マックスはもちろんのこと、弱特2と見切り2で、弱点を狙えば、会心率 40% になる構成なんだよ。ただその分、弱点を的確に狙えなければ、火力はダウンしちゃうんだ。茶色でしっかり弱点を狙える、上級者向けではありますね。初心者、中級者向けの派生とかはありますか？そうだね。例えば頭をクルルにして、胴をベリオにすれば、氷強化レベル5は維持しつつ、見切りをレベル3にして、ロックオンをつけられるから、より弱点を狙いやすくなるよ。弱特にがない分、少し期待値は下がりますが、安定感はありそうです。もしくは思い切って胴をじゃなく、足折りをハートにして、SP スキル威力アップをレベル4まで積む、脳死大火力構成もありだね。こんな構成もあるんですね。でも体験は SP スキルの威力がバカ高いので、この構成も強そうです。自分のプレイスタイルと照らし合わせながら、最適な装備を吟味してほしいよ。テクニックの見切り2弱特に構成か、ロックオンがついた見切り3構成か、ロマンの SP スキル威力アップ、ガンズミ構成か、どれも面白そうで悩みます。続いては、マジでかわいそうすぎる。ライトボーガン汎用装備。ライトは今回のアップデで、めちゃくちゃにされちゃったんですよね。うん、今までの大活躍はどこやら、一気に最低レベルの武器になり下がっちゃったんだ。マジでかわいそうすぎます。そんなライトなんだけど、新たに追加された装備に、装填速度や反動軽減といったスキルがついていたから、これまでのテンプレは更新されたんだよね。おお、それじゃあライト自体は弱体化されましたが、テンプレ更新によって火力は上がったとか？いや、そういうわけではなく、あくまでも自由度が上がったって感じだね。あら、そもそもモンハンナウのライトの宿命として、装填レベル3と反動レベル3は必須スキルなんだ。これがないと話にならないんですよね。そうそう。そしてアプデ前は頭かがち、胴ウルムー、腕ギエナ、足ゴロスで、装填3、反動3が発動できていたんだよ。腰が自由枠で属性強化や火力スキルを積んでたわけですね。そういうことだね。だから今までは腰の装備しか自由度がなかったんだけど、アプデによって他の部位を変更できるようになったんだ。なるほど、具体的にはどんな感じなんですか？今回のアプデで追加された有用な装備は、装填位置がついた大が腰と反動位置がついたバフバロ頭だから、足や頭を自由枠にすることができるようになったんだよ。ふむふむ。詳しく言うと、頭バフバロ、胴ウルムー、腕ギエナ、腰大がで足は自由枠とか、頭は自由枠で胴ウルムー、腕ギエナ、腰大が、足ボロスとかだね。そういうことですね。だから強化というより自由度アップってことですか。そうそう。でも結果的に伸びしろが上がったから、ライトもまだまだ捨てたもんじゃない、と思うよ。気になる間がありましたけど、ちなみに武器はどうですか？武器も新たに追加された、オーガ、ベリオに更新だね。ベリオライトは3弾プラス貫通のみで、通常弾なしという、今までにない取り回しだけど、現在のギエナは超えてきそうだよ。攻撃力や属性値といった単純な火力はギエナですけど、弾種を考えると、ベリオのスペックが高そうです。オーガライトは通常弾プラス貫通プラス鉄鋼といった組み合わせで、属性値を考えても間違いなく価値を超えると思うよ。レオスライトに近い感じになりそうです。まあアプデでとばっちりを食らったライトボーガンだけど、装備構成の面白さは増えているよって報告だね。それでも使うか使わないかはあなた次第です。続いては基本的には現状維持。タチ属性神殿プレ。確かタチは今回のアプデで唯一何も調整がなかったんですよね。そうそう。それに追加された装備も、特にタチのテンプレを大きく変えるものはなかったんだよね。強化がなかったのは残念ですが、弱体化されなくて一安心です。一応バフバロたちの期待値がクルルたちよりも高いんだけど、誤差の範囲内だから無理して作るほどではないんだ。良くも悪くもたちはすでに完成されちゃってるんですね。公式もそんな感じのことを言っているからね。だから今回はたちのテンプレを復習しつつ、オーガさんやベリオさんの装備を含めた、雷と氷の新テンプレをざっと紹介するよ。お願いします。これまでのタチの属性テンプレは腕レイヤーと足クルルが固定で、頭胴腰に属性強化や火力スキルを積んでいたけど、ベリオ装備やオーガ装備の登場で氷強化や雷強化が、胴から腰の範囲でレベル5まで詰めるようになった分、それぞれ頭と足の自由度が高くなったんだよね。頭と足といえばクルル装備が使えますよね。そう、よく気づいたね。
だからシンプルに頭と足にクルルを装備するだけで、見切りレベル3とロックオンが発動できるから、火力も上げつつ操作性も高めることができるんだ。おお、無駄なスキルがない最高の構成を作れそうですね。それを踏まえた装備がこんな感じ。まず雷属性は頭がクルル、胴がカガチ、腕は王が、腰はカガチ、足はクルルだよ。これで雷強化ごと見切り3にロックオンが発動するんですね。そして氷属性は頭クルル、胴と腕がベリオ、腰がギエナに足がクルルだよ。こっちも氷強化後に見切り3、ロックオンが確定です。こんな感じでシンプルかつ、これまでより火力が高い構成を組めるようになっているから、全立ち使いはぜひ作成を目指してほしいよ。新モンスを借りまくります。いやー、大型アプデ第1弾でテンプレもガラッと変わりましたね。アプデ前のテンプレと合わせて、さらにプレイヤーそれぞれに適した構成を組みやすくなっているから、装備作成もはかどると思うよ。今回紹介した以外の構成もぜひいろいろ試してみて、コメント欄で教えてくださいね。右上の Twitter のフォロー、チャンネル登録もしてくれると、励みになります。それではご視聴、ありがとうございました。